こんにちは、ザツです。今回は佐賀出張のためアパホテル佐賀駅南口に宿泊しました。今回は感染症対策ということで関西から車で移動してきました。まあまあ大変でした。こちらのアパホテル、2020年4月にリニューアルオープンしています。佐賀駅からほど近いところにあります。結構佐賀駅って開けてますよね。あの歌のイメージで来ると大変です。ご飯食べるとこなんかも結構あるんですよ。エントランスは豪華な作りになってます。入り口でアルコール消毒をしました。最近結構思うんですけど、同系列のホテルでもサービスとか作りとか若干違ったりしますよね。ここじゃないんですけど、スーパーホテルなんか如実でした。チェックインをしていきます。朝食券とお部屋の鍵をお渡しいたします。はい。朝食の会場は1階の右手奥にレストランがありまして、はい、6時半からで9時が最終入店でございます。はい。8階の禁煙でお願いします。はい、ありがとうございます。エレベーターは2台だけだったんですけど、結構賢いやつでした。上と下に分かれて素早く行動してくれます。何台やろうがアホなやつはアホですからね。ここ結構大事です。そしてお部屋のある階8階に到着しました。目の前にビデオオンデマンドの販売機がありますね。そしてズボンプレッサーなんかもエレベーター前に置いてあります。廊下も落ち着いた雰囲気ありますよね。各店様々でなかなか面白いです。綺麗。ちょっと広いかな。はい、到着しました。今5時半ぐらいだと思います。よいしょ。5時44分ですね。はい、ということで、アパホテル到着しました。アパホテルは金沢以来ということで、思ったより広いですね。しかも改装したのか、お部屋がめっちゃ綺麗です。で、ちょっとご紹介の方していきます。それでまあスリッパは、一足ですね。まあシングルなんで、と、なんだっけ、これカバンを開くやつでしたっけ。で、じゃあのケトルと匂い消しがあります。アパホテルのやつですね。で、アパホテル社長の本とアップルタンあります。で、ドライヤーと寝巻きがないのか、ここは。あ、そう、ないんだ。あ、あったあった、寝巻き、アパホテルのやつですね。と、ここはコーヒー、ミルク、クリーミングパウダーがありますね。と、緑茶がついてます。で、冷蔵庫は冷たいぞ。電気が入ってました。で、お部屋の案内かな？ですね。あと、テレビが大きいです。50インチということで、これは大きい。本当に大きい。壁掛けにしました。改装しました。ということが書いてありました。で、ここは、温泉とかがないので、代わりにベッド。お部屋がちょっと広いですね。で、ベッドもこれセミダブルぐらいありますでしょうか。ちょっと思ったより広いな。もっと狭いと思ってたんですけど。で、USB コンセントが2つあります。で、調光付きの、これ考えると結構いいですね。ただ空調が集中管理の方式になってて、冷暖房が自分で調整できないんですね。強弱はできます。で、集中的に電気のつけたり消したりできます。だいぶなんかシステム的、ここに座っていろいろできるようになってます。電気もコンセントもこちらにもありますわ。素晴らしい。
お部屋の帳簿は最初から隠してあるってことはあまり良くないかな。良くないですね。立体駐車場が正面にあって全く見えないことはないです。さてお風呂を見ましょうか。これ思ったよりアパホテルいいぞ。お風呂、お風呂は、いつも通りのお風呂ですね。まあ広さは、まあ昔ながらの、1416ぐらいありますでしょうか。で、アメニティは、アパホテルってアメニティ豊富なんですよね。この歯ブラシが結構、僕おすすめです。このヒゲ剃りもですね、結構いいんです。なかなかアパホテル、使い勝手がいいんですよ。で、シャワーキャップ。これ私使いません。とかあります。コットンセットとか、紙バンドとか使いません。ブラシもついてます。ブラシも使いません。です。で、これが洗顔と手洗いフォームですね。で、久しぶりのボディーソープ、コンディショナー、シャンプーがあります。なんか懐かしいですね。金沢以来ですんで。ということで、ちょっとゆっくりして夕ご飯でも食べてまったりしようと思います。で、 Wi-Fi も、使えますよということなんでいろいろ設定してみようと思います。これ LAN とかついてますね。 LAN の方が基本的早いんで私 LAN で、使うんですけど、これは便利ですね。ということで、それではゆっくりします。はい、それでは夜も遅くなってきまして、もう寝ようと思います。ということで、おやすみなさい。はい、それでは朝になりました。今6時20分か、6時20分です。非常に良かったです。ちょっとあれなんですけど、ちょっと狭いイメージがあったんですね。金沢とかほとんど通路がなくてバックも開けない状態だったんで、で来てみたら思ったより広いし、まあ値段は金沢に比べるとちょっと高いんですけど、でも全然普通のシティホテルぐらいに使うことができました。でテレビも大きいしですね、テレビほとんど見ないんですけど、でそういうとこで品質かなり上がってるなぁと。で机もですね、まあ仕事に使うには全然不便しないぐらいの、感じでした。昨日泊まったホテルもですね机使えたんですけど、こちらも使えます。ちょっと面白いのが椅子がキャスターなんですね。キャスターでゴロゴロと、これは意外と座ってて椅子を引いたりするのが便利でした。これはいいですよ。ちょっとしばらく連泊しようかなと思ったりします。まあいいお部屋でした。ということで朝ごはん向かいたいと思いますんで、それでは行ってきます。チェックアウトはポスト投函で完了です。この日はちゃんと朝ごはん用意してもらいました。おはようございます。ちょっと荷物を置きたいです。消毒して手袋をします。これが最近標準的ですね。マスクは必須です。絶対に忘れないようにしましょう。種類は豊富、結構綺麗なレストランでした。なんとなくせっかちな空気が漂ってるんですよね。
ここのとこ地域の特色が出てなかなか面白いです。しかしながらこのレストラン綺麗だったんですよ。ドリンクを取りに行きました。オレンジジュースを取りに行ったんですけど、このマンゴー野菜ジュースというのが目につきまして取りました。これがなかなか私ハマりました。美味しかったです。まずはマンゴー野菜ジュースをいただきました。うまいという感じですね。パンは焼きたてです。最近ホテルのパンって美味しいですよね。ベーコンもですね、しょっぱすぎず美味しかったです。ウインナーがなかったんでウインナー代わりのような感じでしょうか。ご飯をもらってきました。主食がご飯でパンがおかずといった感じでしょうか。逆かな。炭水化物だらけです。朝は目覚まし糖分このぐらい取った方がいいんでしょうかね。スクランブルエッグですが、見た目硬いかなと思いましたが、これが結構良かったんです。食後のコーヒーと今度はオレンジジュースをいただきました。マンゴーのせいかオレンジジュースがちょっと酸っぱく感じました。ごちそうさまでした。ということで、チェックアウト終わってますのでそのまま出ることにしました。カパホテルの食事も各店様々ですね。こちらは非常に美味しかったです。大きめのレストランが入っているといいですね。そのまま出て行ったんですけども、外がえらいことになってまして、ぜひご覧くださいませ。目の前の光景に立ち止まってしまいました。昨晩から考えるととんでもない光景でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。もし少しでも良いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。